カイロ大学でドクターを取った中田先生から小池都知事の学歴疑惑について何か聞いたことありますか？それはもうカイロ大学という本を読んだということだよね。いや、小池百合子さんはその学歴詐称ではないと思うというのが中田先生の見解だって、なぜかというと、カイロ大学がその正式な大学の卒業とかっていう概念がそんなにない、そもそも。うん。この人は正式に卒業したとかってことがない。で、それはもう権力的に作り出されるもんであるというか、卒業証明の発行書とかも、中田先生今取ろうと思ったら多分取れないみたいなこと言ってたし、うん。それを全そもそも物理的に出してくれないみたいなね、そういうことがあったりして、どうしてその、なんて言うんだろう。カイロ大学ってのはどういうものか、あるいはエジプトっていうのはどういう土地なのかっていうことは、カイロ大学っていう本を読んでもらえないとわかんない。多分ね。